皆さん、こんにちは。AJACS12 オンラインでイメージングデータベースに画像を登録し、画像を活用するを担当します。伊藤賀と申します。本来は大波周一チームリーダーが講義を担当する予定でしたが、事情により大波チームの伊藤賀及び京田が本講義を担当することになりました。簡単に自己紹介をいたします。私、伊藤賀は医科学研究所にてイメージングデータベース及びイメージングレポジトリであるSSBD の開発と運用を行っています。京田は SSBD における生命動態向けデータフォーマットの開発などを行っております。今回はイメージングデータベースの意義、我々が開発し、運用している SSBD レポジトリ、SSBD データベースへのデータ登録方法、登録されたデータの利用方法について60分ほど解説をいたします。ハンズオンなどは含まれておりませんが、また別の機会に解説やトレーニングなども実施していく予定です。よろしくお願いいたします。さて、AJACS オンラインに参加されている方々には自明だと思いますが、生命科学におけるイメージングの意義について再確認しておきたいと思います。顕微鏡の技術や画像処理の技術の発展により、細胞内外の構造や生命物質の空間分布、さらに動画やタイムラプス撮影により、それらの動態を詳細にかつ見たままに捉えることができるようになりました。イメージング技術は生命現象の背景にあるメカニズムを理解するために、最も重要な研究手法の一つになったと言えます。近年の生命科学分野では、最先端のイメージング技術の開発が加速しています。例えば、光シート顕微鏡、あるいは超解像度顕微鏡。超解像顕微鏡については2014年にノーベル賞を受賞しています。あるいはクライオ電子顕微鏡。こちらも2017年にノーベル賞を受賞しています。こういった最先端のイメージング技術が開発、実用化され、その開発速度も加速しています。これらの最先端の顕微鏡技術により、従来の技術では見ることができなかった細胞内外の構造や生命物質の空間分布、それらの挙動の科学的な観測や計測が可能となってきています。近年の生命科学分野では、これらの最先端のイメージング技術が研究の競争力そのものを決定づけていると言っても過言ではありません。この状況は同時に次のような問題も顕在化させています。最先端のイメージング装置は、高度な技術と知識を持つイメージング分野の研究者により手作りで開発されています。残念ながら高度な技術と知識を持つイメージング研究者は、生命科学者全体の人口と比較すると極めて少数であり、このような機器にアクセスできる研究者はわずかです。我々も共同研究で大変視野の広い顕微鏡、あるいは最先端の顕微鏡などを手作りしている研究者と共に研究をしております。また、これらを商品化した製品が市場に出たとしても、極めて高額であり、やはり機器にアクセスできる研究者は限られるということになります。最先端のイメージング装置が研究の競争力を決定づける中で、大多数の生命科学者は、最先端イメージング技術を自らの研究にアクセスできず、研究に活用できないというのは大変な損失です。このような問題の解決策の一つとして、最先端のイメージング技術へのアクセスをオープンにするとともに、最先端のイメージングデータへのアクセスをオープンにすることで、機器へのアクセスは難しいが、解析や仮説検証に実力を持つ研究者の競争力を生かすという取り組みが進められています。最先端のイメージングデータのオープンアクセス化のためのシステムが、すなわち今回紹介するイメージングデータベースです。前回の AJACS11 オンラインで、広大の田村さんが PIG シェアなどの汎用画像レポジトリの活用について紹介されていました。大変参考になります。今回はそのような汎用の画像レポジトリとイメージングデータベースがどのように違うかという背景の考え方を説明し、実際のイメージングデータベースとして我々の SSBD データベース、システムサイエンス・バイオロジカル・ダイナミクスデータベースを紹介したいと思います。最先端のイメージング技術のオープンアクセス化及び最先端のイメージングデータのオープンアクセス化の課題についてグローバルな共同しているのがグローバルバイオイメージングです。欧州のユーロバイオイメージングからボトムアップに組織化され、現在は世界中が連携をしています。主な活動として国際的なリーダーからバイオイメージング施設の運営や研究政策、技術トレンドを学ぶ年1回の国際ワークショップ、エクスチェンジオブエクスペリエンスの開催がありますが、今年の EOE7、エクスチェンジオブエクスペリエンス7は9月14日から16日、ウルグアイのモンテビデオで開催されます。対面での開催を予定していたようですが、COVID-19 への対応のためにハイブリッドの開催となったようです。その他にも特定のテーマに関する議論や国際的な協力関係を構築するためのテーマを絞った会議や作業部会の開催。バイオイメージング施設の管理職や技術職のスタッフの研修、あるいはバイオイメージング施設のスタッフが海外の先進的な施設から学ぶことを可能としたスタッフシャドーイングプログラムなどの実施を主催しております。日本国内では ABIS、先端バイオイメージング支援プラットフォームがグローバルバイオイメージングの活動を行っています。皆さんご存知のように ABIS は全国の研究者向けに先端バイオイメージング技術の教養とデータ解析を支援する組織です。一方で、バイオイメージングデータのオープンアクセス化は ABIS ではなく JST、NBDC が担当しています。本講義を実施予定でした大波チームリーダーが ABIS の運営委員を務めており、かつ、また本講義で紹介するバイオイメージングデータベース、SSBD データベースを NBDC のプロジェクトとして運営していることから、日本のバイオイメージングデータの担当者として、大波チームリーダーがグローバルバイオイメージングに積極的に参加をしております。なお、本年度2022年度より ABIS によるバイオイメージングデータの共有支援を大波チームリーダー中心となって行う予定でありますが、実際に私、糸川が現在共有システムのシステムインテグレーションを行っているということになります。グローバルバイオイメージングのイメージデータ作業部会において、バイオイメージングのオープン化についての議論が進められています。大波チームリーダーは共同座長として参加しております。この内容は主にデータフォーマットの標準化、国際的な公共データレポジトリの整備、取得から公開までのデータの管理、データ解析情報の管理などに多岐にわたっております。これらのトピックはイメージングデータベースにとって重要な側面となりますので、いくつかを詳しく説明したいと思います。なお、前回のエクスチェンジオブエクスペリエンス6ですね。これは ABIS 主催で岡崎で行われる予定だったんですが、COVID-19 の影響によりオンラインに変更されました。これは参加者のスクリーンショットですが、ここら辺に大波さんが、ここら辺に私がいるということになっております。このように、EOE に参加しております。この作業部会や関連の研究については、Nature Methods 2021年12月の特集号 Reporting and Reproducibility in Microscopy に取り上げられており、大波チームリーダーが著者として、連備 Recommended Metadata for Biological Images Enabling Reuse of Microscopy Data in Biology あるいは A Global View of Standards for Open Image Data Formats and Repositories この2編に著者として参加をしております。このように、イメージングデータベース、イメージングレポジトリのデータ、メタデータの標準化に貢献しているほか、顕微鏡のパラメータや制御、クアレプリミという光学顕微鏡のパラメータを自動的に取るようなプロジェクト、あるいは、Towards Community Driven Metadata Standards for Light Microscopy のようにメタデータの標準化、あるいは、マイクロメタアップというなどの、顕微鏡を制御するためのソフトウェアや OME-NGFF といった標準データフォーマットに関するリサーチペーパーなどもこの特集号に載っておりますので、このような有用な記事が多いので、この特集号、ぜひともご参照いただければと思います。先ほど紹介しました Global View of Standards for Open Image Data Formats and Repositories は特にバイオイメージングデータのデータの形式の標準化とデータ共有レポジトリの整備に向けた提言ですので、これについて詳しく説明をいたします。先ほどの部会の、共同議長である、Jason Swedlow さんと、大波チームリーダーが著者に入ってまいります。バイオイメージング及びイメージングデータベースにおいて標準データフォーマットの存在はとても重要です。まあ、現実には皆さんご存知のように、顕微鏡メーカーあるいは解析ソフトウェアごとにそれぞれ互換性のないフォーマットが使われておりますが、何かの規定なり、あるいはデファクトスタンダード、つまり事実上の標準なりの標準フォーマットが存在すれば、データ提供者がどのような資料をどのような顕微鏡で撮影したとしても、このデータをオープンに提供できますし、データの利用者、例えばデータを解析する側、データを解析するツールを開発する側も、このような標準の画像データを使って、オープンなツールを提供することができるという利点があります。このような利点があるにもかかわらず、なぜ標準的なデータフォーマットが存在しないのかというと、もちろん顕微鏡データの都合もあり、自分あるいは自グループで取得した画像を内部で活用すれば十分であった。これまでの研究では十分であったからだという、ことが思われます。しかし近年、バイオイメージングデータの利活用が多様化しております。特に画像処理、の部分で機械学習や深層学習といった手法、セグメンテーション、物体追跡、可視化などのツールが発展したことにより、個々の画像処理ツールの高性能化、専門化が進みました。これまでは特定の顕微鏡データの、フォーマット、それを読み込める特定のソフトウェアの解析ツールを使えばよかった、十分だったものが、複数の会社のツール、複数の開発グループ、特に大学や研究グループなどによって開発された最先端、最新のツールを取り入れた作業が必要となり、これが一般化しました。また、複数の大量データの解析のためには、複数の会社、開発グループのツールを使う作業工程を自動化したシステムとする必要があります。つまり、従来のワークフローでは、非公開の独自データで何とかこなしていたものが、オープンな標準化データを利用しなければいけない。利用することで複数の処理を組み合わせ、自動化することが一般的になってきたと考えています。では、今後の標準フォーマットが実際どの形式になるかというと、我々は OME、オープンマイクロスコピーエンバイロメントの活動及び成果に注目してきています。そして OME が中心となって作成しているフォーマットが標準になりつつあると考えております。それはなぜかと言いますと、我々の運営する SSBD データベース、イメージングデータベースの SSB データベースにも組み込み活用しておりますが、OMERO という顕微鏡画像管理のオープンフリープラットフォームがございます。これはすでにこの顕微鏡画像管理のデファクトスタンダードとなっておりますし、顕微鏡データを取り込み、管理し、画像の表示、調整、論文化に向けたスケールバーやロイの追記などを行える、非常に便利なシステムとなっております。システム自体もオープンかつ無料で使えますし、大容量のデータセットの、つまりテラバイト単位の画像の管理も可能です。かつ、135種類以上の顕微鏡画像の独自フォーマットに対応しています。先ほど各社非公開の独自フォーマットを利用するため、標準フォーマットが存在しないと申し上げておりましたが、OMEROに組み込まれているバイオフォーマットという顕微鏡画像を扱うライブラリ、内包されているこのライブラリによって、各社の独自の、フォーマットを解析し、完全とは言えませんが読み出す仕組みを構築しています。バイオフォーマットはライブラリとしても配布されており、ImageJ、夢ですね。これをはじめとした画像解析ツールでも利用されておりますし、もちろん皆さんがバイオフォーマットを直接使う、あるいはツールに組み込むということが可能です。そして、これまでのバイオフォーマットでは、各社のデータを OME-TIFF 形式でメタデータとともに書き出すことができました。つまり各社の非公開、独自フォーマットの顕微鏡画像であっても、これまで取りためた画像フォーマットであっても、OME-TIFF 形式にバイオフォーマットで変換してしまえば、各社、各グループ、様々なオープンな解析ツールを使ったワークフローを組むことが可能となるということになります。これまで各社非公開の独自フォーマットの問題と標準フォーマットの意義を述べてきましたが、標準フォーマットの要件は公開かつ幅広く採用されているというだけでは不十分です。データの形式が、仕様が公開されていることはもちろん、実装されたリファレンスとなるソフトウェアが提供され、そのフォーマットで保存された実データが供給される必要があります。さらにそれらのライセンスが明確になっている必要があります。また、サポートするデータの種類とその意思決定、更新管理の仕組みがないと、独自の解釈や拡張により、標準データフォーマットとして利用することができなくなってしまいます。私は計算機科学出身ですけれども、仕様だけ提供され、各社が独自の実装をしてしまった日本初の OS がなかなかうまくいっていないという例を見ると、このような標準データ形式が満たすべき要件が非常に重要に思えてまいります。そしてその上で、そのデータ形式が世界中で幅広く、採用されることが重要です。我々は OME-TIFF が上記の条件を十分に満たしていると考えています。しかしながら OME-TIFF を今後も標準データフォーマットとして採用し続けるのには問題がありました。最も大きな問題は、顕微鏡技術の発展によってデータ量が非常に増えてしまったということです。TIFF 形式をベースとする、つまりファイルと一次元のデータストリームをベースとして扱う場合に、読み込み速度、書き込み速度や並列化に難がありました。そこでここ数年 OME では OME-NGFF、Next Generation ファイルフォーマットとして、オブジェクトストレージ、すなわちクラウド環境で高速並列アクセスに対応したフォーマットの開発を行っています。OMERO 及び BIO フォーマットも、これらの成果から各種ツールも OME-TIFF 及び OME-NGFF の対応を進めております。そのため、顕微鏡メーカー解析ソフトウェア会社も、この OME-TIFF あるいは OME-NGFF に対応せざるを得ない時代が来ていると考えています。つまり、今後の事実上の標準フォーマットは OME-NGFF と、それと同等の情報量を持つ OME-TIFF になると想定し、SSB データベースはこれらのフォーマットへの対応と開発を行っているということになります。汎用画像って、どのようなフォーマットでも受け入れる汎用画像レポジトリとイメージングデータベースの違いとして、このような標準フォーマットと、それらのメタデータを適切に対応、管理するという点がございます。次にデータ共有システム、特にイメージングデータベースとバイオイメージに特化した公共レポジトリについて説明をいたします。これらをまとめてデータ共有システムと呼んでいますが、データ共有システムが持つべき特性についても提言を行っております。まず、標準データフォーマットを採用した上で以下のような特性を満たす必要があります。まず、メタデータの仕様をコミュニティと協力して定義する必要があります。メタデータについて改めて説明しておくと、その画像がどのようなデータであるか、つまりどのような資料を、どのような顕微鏡で、いつ誰がどのような条件で撮影したデータであるかを記録したものであり、データの再利用には欠かせないものです。想像してみてください。いつ誰がどのような資料を撮影したのかわからないけれども、画像データがあります。こんな画像を研究データとして再利用することはほぼ不可能です。さらに、メタデータを世界的に共通化することで、データの発見やデータへのアクセスが容易になることが想像できます。この提言では、バイオイメージングデータの共有システムを2種類で実現すること、つまり全ての発表論文に関連するデータを最小限のメタデータとともに格納するリポジトリと、豊富なメタデータを付与した高付加価値データベース、アデッドバリューデータベースの2階層で実現することを提案しております。これは後ほど詳しく説明をします。また今後は AI に応用可能なアデッドバリューデータベースが満たすべき条件として AI の学習に適したデータセットを定義付けを行うこと。例えば AI が読み込むときに実験条件や資料の種類などがある程度揃っていることなどが求められるということになります。そしてデータの信頼性を担保するためにデータの投稿や編集には標準的な認証方法を用いることや、個人識別が可能なデータの扱い、データリソースそのものが信頼できるかの国際的なイニシアティブの評価を受けることなどが挙げられます。データ共有の要件としてフェア原則が挙げられます。前回の AJACS11 オンラインでも解説がされましたが、再度確認をしておきたいと思います。フェアというのはファインダビリティ、アクセシビリティ、インターオペラビリティ、ユーザビリティの頭文字を取った4文字ですが、これらは発見容易性、到達容易性、相互運用性ですが、データやメタデータの互換性と考えます。そして再利用性の4つを挙げるということになります。これらを満たすことがデータ共有システムには求められています。もちろん、これらの原則に従うことは重要ですが、実は利用者の要望であるデータを作成後、すぐに登録され、見つけられ、アクセスできるようにしたいという、ファインダビリティ、アクセシビリティの要求を満たすことと、この要求は対立しないのですが、データが適切にキュレーションされ、総合運用可能で再利用可能な形式で保存されるといった後半の IR、インターオペラビリティ、ユーザビリティにおいては、再利用可能とするためにフォーマット変換、メタデータの付与などの整備を行い、さらに研究利用するためにきちんと整理をするといった作業のために時間が必要だという点がございます。つまりできるだけすぐにという要求と時間が必要だという要求が対立するということになります。そこでできるだけすぐに登録共有するためのシステムと相互運用、再利用するためのシステムの2階層でデータ共有システムを実現するという方法がデータ共有システムの標準となりつつあります。これを図にしたものがこのバイオイメージングデータのデータ共有システムのデザインとなります。最小のメタデータとともに、すべてのイメージングデータを素早く登録共有するレポジトリというシステムと、特に利活用性、再利用性の高いデータに注意深く豊富なメタデータを付与した高付加価値アデッドバリューデータベースのこの2種類のシステムで共有システムを構成します。この図にあるように、顕微鏡などのイメージングデバイスで得られた画像はデータとメタデータをレポジトリあるいはアデッドバリューデータベースに登録します。画像解析側は、レポジトリあるいはアデッドバリューデータベースからイメージデータやメタデータを引っ張ってきて、あるいは直接イメージングデバイスからデータを引っ張ってきて解析を行います。イメージ解析側はその解析結果のデータ、解析結果のメタデータ、あるいは解析結果となる画像をまたレポジトリやアデッドバリューデータベースに格納するというサイクルによって画像データのエコシステムを実現するということになります。ここまででイメージングデータベースに必須の要素として、標準イメージフォーマットへの対応と、レポジトリ、高付加価値アデッドバリューデータベースによる構成の2つについて説明をしてまいりました。ここから具体的なイメージングデータベースについて説明をしていこうと思います。イメージングデータベースの整備は、グローバルバイオイメージングと同様、欧州では EMBL EBI が手厚くサポートしていることから整備が進んでいます。電子顕微鏡データのアデッドバリューデータベースである EMPIRE、生命科学画像データのアデッドバリューデータベースとして、バックエンドにOMEROを採用しているイメージデータリソース IDR、そして2019年に設立された生命科学の画像レポジトリである BioImage Archive BIA です。これに対して日本国内ではバイオイメージデータと生命動態の定量データ、すなわち画像や観測に対応した解析済み通知データを共有する SSBD データベースと同様なデータのレポジトリである SSBD レポジトリを理化学研究所の大波チームによって開発運用しています。我々は JST、NBDC、複数のクレストプロジェクト、シンギュラリティ生物学をはじめとした科研費、そして理化学研究所のオープンライフサイエンスプラットフォームなどのファンドの支援を受けて、イメージングデータベースを安定的に運用しています。IDR などと同様、顕微鏡画像データは OMERO を組み込んで管理をしています。例えば SSB データベースのこの画面は OMERO によって管理された画面になります。それとは別に、それぞれのデータセットやメタデータ、解析済みの定量データなどは、独自のデータベースシステムとして運用しており、同時に SSBD の特徴となっています。また、レポジトリとアテッドバリューデータベースを統一されたメタデータで運用している点も、欧州などと比べた特徴となっています。左側が SSB データベースのトップページ。右側が SSBD レポジトリのトップページとなります。SSBD は2013年、JST-NBDC の統合化推進プログラム、生命動態システム科学の統合データベースとして設立されました。当初は時空間情報を数字として含む新しい様式の生命科学の研究データ。現在はこれを生命動態の時空間定量データと呼んでいますが、それと、そのようなデータを取得するために用いた画像データを共有するためのデータベースでした。具体的には、様々な節動条件下の生命動態の時空間定量計測データ。例えば、線虫胚の細胞核分裂動態計測データ。右側が数値のデータになりますが、これの元画像が左側となります。あるいは、様々なパラメータ化の生命現象の時空間動態シミュレーションの結果。左側がシミュレーションの結果、数値を可視化したものですが、右側は実際の細胞核動態の、画像になります。このような画像を共有していました。2016年からは同様に統合化推進プログラムとして再び採択され、最先端画像で取得した生命科学画像データ、網羅的実験の生命科学画像データなどを生命動態情報と細胞発生画像の情報の統合データベースとして共有するようになりました。同時に生命科学画像データのレポジトリサービスを開始しています。イメージングデータベースの特徴を持ったレポジトリサービスを開始するというのは先進的な取り組みでした。そして2019年にアデッドバリューデータベースである SSBD データベースとレポジトリであるSSBD レポジトリを分離し、フェア原則及び理階層によるデータ共有システムとしてのポリシーを明確に分離しました。そして2022年、本年度よりバイオイメージングデータのグローバルなデータ共有システムとして JST、NBDC 統合推進プログラムに採択され、データフォーマット、メタデータについて世界的なコミュニティと共同し、日本だけでなく世界のデータ共有システムをより先進的なものにするための開発、運用を行っているということになります。これらは実際に SSBD データベース、あるいは SSBD レポジトリで共有されている画像や動画、タイムラプス画像ですね。それから生命動態の定量データとなります。これは SSBD データベース及び SSBD レポジトリの統計情報となります。SSBD データベースでは2013年の開始当初より画像データ及び生命動態定量データを共有してきました。2018年以降、再利用向けの画像データの登録数が大幅に伸び、その容量も大きく伸びています。現在は 12TB 以上のデータを、画像データを共有しているということになります。2022年のキュレーターによるメタデータの付与を行っております。現在公開待ちになっているデータは複数ございますので、今年度もまた画像データあるいは定量データの登録件数が伸びるということになります。SSBD レポジトリはサービスのポリシーを明確にした2019年より申し込みが増え、現在は 8.9TB のデータを公開しています。なお、SSBD レポジトリと SSB データベース、現在はこの容量、共有はしておりませんので、合計 20TB ぐらいのデータを共有しているということになります。事前アンケートで SSBD のシステムの概略について知りたいということがございましたので、このスライドを持ってきました。SSBD システムは現在は Python、Django を中心に複数のストレージ、サーバーを連携して運用しています。Web からアクセスしたユーザーには JavaScript と Django によるインターフェース経由でメタデータ、データベース、可視化のシステム、そして OMERO システムが利用できるように設計しています。また、この SSBD システムの裏側では、キュレーター、アノテーターがデータの整理やメタデータの付与を行っています。今後はメタデータの入力や修正などもすべてユーザー側からも可能となるように、認証などのシステム、これらを整理していく予定です。この整備が NBDC、JST NBDC の統合化推進プログラムの開発内容となっております。なお、この図には整備予定の機能なども一部含まれておりますので、現在、このように動いているという保証はございません。さて、我々が開発、運用している SSBD レポジトリへのデータ登録方法について簡単に説明をいたします。現在のところ、データ、メタデータの授受や確認などを人手に頼っていることから、メールでの受付とやり取りを行っております。ですので、登録をご希望の場合は、まずはメールでお問い合わせください。実際の大容量のデータのやり取りについては、オンラインストレージボックスを利権の契約を使ってやり取りする方法がございます。我々の経験上、これはネットワークの速度の関係から、1TB 未満、数百ギガバイト程度のデータの場合には、こちらの方法を推奨しております。1TB を超えるデータについては、もちろん、ボックスでのやり取りも可能ですが、SSD や HDD を送付いただき、登録する方法の方が便利かもしれません。日本の郵便や宅配便は大変優秀なこともあり、これまで事故が起きたということはまだございません。他にも、独自のアップロードサイトも用意しているほか、最近はデータ登録の希望者がオンラインストレージを独自に契約している場合も多いため、そちらのダウンロード情報をいただいて登録をするということも行っております。SSBD データベースは、キュレーター、我々の雇っているキュレーターが再利用性や網羅性などの基準に基づいて選択したデータを登録しています。いわば、セレクトショップのようなデータベースとなっておりますので、利用者の方から直接登録を申し込むということができなくなっています。SSBD レポジトリに登録されたデータ、それから論文、あるいは PubMed や Google スカラーといった論文情報のサイトから絶えず情報収集しまして、SSB データベースに登録すべきデータの選別を行っております。その後、オリジナルデータの提供依頼をキュレーターより行い、メタデータを付与して登録しているという流れになります。もちろん、メタデータに誤りがあってはいけませんから、メタデータの付与後に、メタデータの確認を著者あるいはデータの生産者にお願いをしているという形になっています。このような確認を経て、信頼のある豊富なメタデータを SSBD データベースで公開しております。SSBD データベース及び SSBD レポジトリにおける実際のメタデータを表示したものが以下となります。SSBD レポジトリでは、データのタイトルや説明、データの提供者の情報やライセンス、そして資料といった項目のみが必須で、その他の細かい情報は登録者の希望により登録をしております。ですが、SSBD レポジトリに登録される多くの方が詳細な情報を入力されています。これは検索などの際に探しやすくなること。また、このメタデータによって再利用の可能性が高くなるためです。SSBD データベースでは、ほとんどの項目が必須となっており、特徴的なデータとして、解析済みのデータと照合可能な座標系の情報、XYZT の座標系のスケールの情報や、ジーンオントロジー、あるいはバイオロジカルイメージングオントロジーなどの検索、あるいは連携に必要なオントロジーなどの情報も付与しています。SSBD の詳細なメタデータの付与については、SSBD チームのキュレーター、あるいはアノテーターが行っております。ですので、データを提供いただいた方には、付与されたメタデータの確認の作業をお願いするということになります。SSBD レポジトリへのメタデータの登録方法。現在は主に Microsoft の Excel ファイルへの記入による方法により行っています。これはデータの確認や修正が皆さん使い慣れたツールでできるということで、コピペなどの比較的容易なことなどが理由になっています。ただ、このようなファイルのやり取りがなかなか行いにくくなってきている、状況もありますので、今後は Web フォームによるメタデータの入力、修正ができるように現在準備を進めております。この際、メタデータの入力保管や訂正機能などを充実させ、Excel を使った場合よりもより容易に入力が行える仕組みとして整備する計画を立てております。他の汎用画像レポジトリサービスと同様に DOI、デジタルオブジェクトアイデンティファイアの発行も行っております。この DOI の発行は NBDC さんの協力のもと行われています。DOI については皆さんご存知だと思いますが、https://doi.org から始まる URL で永続的にデータのリンクを提供します。永続的にというのはどういう意味かと言いますと、データの実態の場所が変わった場合でも DOI を変更することなくリンク先を変更可能であるということになります。つまり、この DOI を論文中、あるいはポスターなどに記述しておくことによって、変更されないリンク先として記述することが可能です。DOI の URL から実際のデータに飛ぶ、なんて言うんでしょうね。飛ぶという表現はおかしいんですけども、そちらを参照するというための作業は、我々 SSBD チームが行うということになっております。SSBD レポジトリでは、https://doi10.24631 の SSBD レポジから始まる URL を提供しています。続きまして、再利用に適したイメージングデータについて説明をしていきます。イメージングデータベースは画像をオープンに共有し、再利用することで様々な分野の研究者との共同を目指していますが、再利用に向かないイメージデータが登録してしまうと、そのような流れが断ち切られてしまいます。そのため、我々は SSBD レポジトリ及び SSBD データベースに画像データを共有する際のガイドラインを設けて、できるだけこのガイドラインに従った画像を登録いただくように推奨しております。登録を推奨する画像データは、基本的にはオリジナルデータ、つまり加工されていないデータでデータということになります。具体的にどのようなデータをオリジナルデータと呼ぶか、オリジナルデータとみなすかというと、例えば顕微鏡データのソフトウェア、顕微鏡メーカーのソフトウェアが出力するオリジナルの形式のデータ、あるいは複数チャンネルを統合していない形式、深さ方向 Z 軸を持つ画像やタイムラプス画像など時間方向を持つ場合は全体の画像、そしてさらに可能ならばこれらをグループ化した形式でのデータを推奨しています。そして論文に載せる際には必要なんですが、刻印や加工、タイムスケールや、スケールバーや、ロリといった情報が書き込んでいない形式となります。そして動画については動画像ではなく、つまり圧縮された動画像ではなく、タイムラプスの顕微鏡画像形式を推奨しています。具体的に説明しますと、複数チャンネルを統合していない形式というのは、顕微鏡画像においてチャンネルごとの画像が複数チャンネルで撮影した場合、このチャンネルが分かれたようなオリジナルのフォーマットでの登録を推奨しています。これを論文を作成するためにチャンネルを統合し、画像として混ざってしまったような画像というのは再利用しにくくなりますので推奨しておりません。また、刻印加工などをしていない形式ですが、例えばロイを書いてしまう。スケールバーを入れてしまったり、時間を入れてしまうといった作業をしたものが再利用に向きませんので、このような刻印、加工などをしていない形式を推奨し、刻印、加工した画像は推奨していないということになります。ソフトウェアメーカーによっては、スケールバーやタイムスタンプが自動で付加される設定で撮影した場合もございますので、この場合はそのまま登録するということになります。タイムラプス画像、顕微鏡画像全体ですね。タイムラプス画像からある視点のみを論文の図として使った場合でも、論文の図として使ったもの、あるいは、このデータの説明として使いたい図のみではなく、このタイムラプス画像全体を登録を推奨しています。例えば AI の技術者、画像処理のツールを使う場合、全体の画像があるとより良い情報が得られる場合が多いと考えています。また、登録を推奨しない画像として、論文誌の図そのもの、これは著作権の問題がございます。レイアウトは編集権という著作権の情報が入ってまいりますので、論文誌の図そのものは登録を推奨いたしておりません。また、複数画像をレイアウトして結合したような、やはり論文誌のための編集を施した画像。あるいは画質が落ちてしまうような方法、画質を低下させるパワーポイントやフォトショップなどを通してセーブし直したもの、保存し直したものや、画面からキャプチャーをしたようなスクリーンショットといったものは、画像の解像度が落ち、あるいは画像の情報が落ちてしまいますので、登録を推奨しておりません。さらに我々は時空間の情報を持った生命動態の定量データを扱っております。この定量データ、SSB の特徴として生命動態情報の解析済み定量データを扱う場合の標準フォーマットを提供し、またこれを扱うためのソフトウェアツールも提供しております。この標準フォーマットは、BDML、バイオロジカルダイナミクスマークアップランゲージと呼ばれておりますが、OME-TIFF と同様にデータの取得や読み込み際にデータ量が増えることで性能的な難が生じたため、高速なランダムアクセスが可能で多様なフォーマットを内包可能な HDF5 フォーマットをベースとした BD5 フォーマットも合わせて準備をしております。我々は、この BDML、BD5 フォーマットでの定量データの登録を推奨しておりますが、リファレンス実装を提供するほか、オリンパス社のナイスエレメントなどソフトウェアの対応を進めているところではありますが、すべてのツールでは、対応されているとも言えないことから、汎用フォーマットでの登録も可能としております。汎用データフォーマットというのは何かというと、例えば Microsoft Excel、あるいは CSV、Comma Separated Value、プレーンテキストなどの形式で、XYZ などの情報がついた形式でお渡しいただければ、それを公開いたしますし、SSBD データベースに登録する際には、BDML、BD5 形式に変換して、4次元の可視化ツール、あるいは API 経由でのデータアクセスを可能として提供するという形になります。なお、IMARIS などの商用ソフトウェアでのオリジナル形式も登録可能で、これらをダウンロード可能としておりますが、このソフトウェアを持っていない方には、このデータ読めないということになりますので、オリジナル形式とともに、汎用データフォーマットに出力したファイルも提供いただくようにお願いしていることになります。BDML、BD5 の詳細については説明を省かせていただきますが、時空間情報を統合的に記述する、あるいは分子動態から個体の動態まで記述可能、そして HDF5 を基盤とすることで大規模データの効率的な取り扱いが可能といった特徴を持っております。詳しくは、教団による論文、バイオインフォマティックス2015年のもの、あるいはプロスワンの2020年のものを参照いただければと思います。登録可能な定量データの例を示します。これまで登録したものとしては、個体の動態、形状の情報ですね。これは線虫の形状の情報です。それから細胞、核分裂の動態の輪郭の情報。一分子の位置情報。捉えた一分子の動態の情報、あるいは細胞核分裂の動態とその負荷情報、この場合、形状の情報とその傾向強度を登録するといったことが可能です。生命動態の可視化の例を示します。BDML、BD5 で、格納されたデータは SSB データベース上でこのように可視化が可能となっております。次に SSBD データベースを使った画像データ及び定量データの利活用について紹介いたします。SSBD データベースでは、まず目的の画像データあるいは定量データを様々なカテゴリーに対応するキーワードで検索することができます。検索したデータは Web ブラウザ上あるいは各種ツールを使って表示、観察することが可能です。画像データについては OMERO を使って、定量データについては可視化ツールを使って観察することが可能となっています。さらにファイルをダウンロードしたり、API、アプリケーションプログラミングインターフェースを使って画像データや定量データを解析することが可能となっています。SSBD で共有されている画像データ及び定量データはトップページにあるフォームにキーワードを入力してサーチボタンを押すことで検索することが可能です。具体的には生物種やメッシュターム、メディカルサブジェクトヘッドラインズですね。イメージング手法や著者などのカテゴリーをプルダウンで選択して、それらのカテゴリーに対するキーワードを入力することで探索ができます。探索の結果はプロジェクトごとに分類されて表示され、一つのプロジェクトは一つの論文に対応します。プロジェクトの一つをクリックすると、そのプロジェクト、すなわち論文で公開された画像データ及び定量データの概要と一覧を表示することができます。ページの上部にはデータの概要が表示され、各データセットに対してデータを可視化したり、ファイルをダウンロードしたりすることができます。画像データの可視化ですが、Web ブラウザ上で表示させる方法と、ファイルをダウンロードしてツールを利用して表示させる2通りの方法があります。まず、ブラウザ上での表示ですが、検索画面の画面にある SSBD OMERO のインデックスを押すことで、左のようなパネルを表示することができます。3つのパネルから構成されており、左のパネルにはプロジェクトごとに分類されたデータセット群の一覧が表示され、中央のパネルには画像のデータファイルの一覧が、右のパネルには画像ファイルに対応したメタデータが表示されています。イメージテールスには画像データの解像度や Z スタックの数、タイムラプス画像の場合には時点、タイムポイントの数、さらにはチャンネルの数などの情報が表示されます。キーバリューペアーズにはライセンス情報やデータに対するコンタクト先、論文情報などが表示されます。中央の画像データをクリックすると、OMEROビューアーが立ち上がります。このビューアーでは、スライダーで焦点面 Z、あるいは、時点 T を変更することができます。右のパネルでは、可視化パラメータを設定したり、ヒストグラムの表示など簡単な解析情報を表示することができます。また、画像データは既存のバイオイメージの可視化解析ツールで表示することも可能です。ファイルをダウンロードして、そのファイルを開くことにより、画像データの表示を行うことができます。特に ImageJ というソフトウェアに多くのプラグインがバンドルされた Fiji というツールでは、TIFF などの汎用的な画像フォーマットの他に、顕微鏡会社のファイルフォーマットなど、150を超えるファイルフォーマットの読み込みに現在は対応しています。メニューバーのファイルインポート、バイオフォーマットを選択することにより、様々な画像フォーマットの画像を表示することが可能です。近年、Python を基盤としたビューアーである Napari と呼ばれるツールの開発も盛んに行われています。画像データや画像解析結果のラベル、トラッキング情報をレイヤーとして格納、重ね合わせ表示することが可能で、画像の 3D 表示にも対応しています。これら Fiji やおよび Napari では、独自のプラグインを開発して利用することも可能となっています。ツールの使い方については、いろいろな本やウェブページに解説がありますので、興味を持った方はそちらをご覧ください。次に、定量データの可視化を紹介します。 SSB データベースでは、ブラウザ上での定量データの簡易的な可視化ツールを提供しています。データの読み込みは非同期に行われ、読み込みの状態はステータスバーで確認することができます。定量データはマウスにより回転、すなわち視点の角度を変更したり、対象をズームイン、ズームアウトすることができます。動態を捉えたデータの場合には、スライダーにより時点キーを変更することができます。右のパネルには定量データに対するメタデータが表示されています。これらの表示ですが、簡易的な可視化であることにご注意ください。ブラウザ上で 3D 表示させるために利用しているライブラリの制約により、データサイズが巨大な場合、すべてのデータを表示させることが困難であるため、間引きして表示される場合があります。SSB データベースでは、先ほど説明したように、定量データは HDF5 と呼ばれるフォーマットを基盤とした BD5 フォーマットで記述されています。そのため、定量データの中身を閲覧するためには、HDF5 ファイルのビューアーである HDFView と呼ばれるツールを利用します。HDFView のページからユーザー登録をしていただき、ツールをダウンロードしてインストールします。SSBD データベースからダウンロードした BD5 を開くことにより、階層的に格納された時空間動態が記述されたデータを閲覧することができます。右は BD5 を開いた例となります。 BD5 の詳細については論文を参照いただければと思います。データには画像から検出したオブジェクトの定義や次元、スケールユニットを定義するデータセットや XYZ、座標増表記情報と、それに付随した情報などが含まれており、それらを表形式で閲覧することができます。画像データの解析は様々な方法で行うことができます。ここでは2通りの方法を紹介します。1つは画像解析ツールを利用する方法で、もう1つはノートブックと呼ばれるプログラムによる画像解析を行う方法です。有名な画像解析ツールとしては、ImageJ、Ilastik、セルプロファイア、セルプロ、セルポーズなどがあります。画像ファイルをダウンロードして、これらのツールでファイルを開くことにより、深層学習を含む様々な画像解析を行うことが可能です。ノートブックの利用ですが、有名なものに Jupyter ノートブックがあります。Jupyter ノートブックは Web ブラウザでインタラクティブにプログラムを記述して実行したり、実行した結果を保存したり、共有したりすることができるツールです。画像解析ツールの使い方などは、本や Web ページに解析がありますので、そちらを参照いただければと思います。ここでは、ノートブックで解析を進めるための方法をご紹介したいと思います。繰り返しになりますが、Jupyter ノートブックでは Web ブラウザ上でプログラムを開発して実行することができます。Python を含む複数のプログラミング言語に対応しており、インタラクティブにプログラムを実行することができます。ノートブックとしてプログラムや解析結果を保存、プログラムを再実行は可能で、それらを共有することもできます。SSB データベースでは、画像データをデータベースから直接読み込むことができる API を準備することにより、効率的に画像データの解析を行うことを可能としています。この例ですと、SSBD のイメージ API、OMERO の API からデータを読み込んで解析をしているということになります。画像データの解析の例として、FRET の画像を読み込んで、アークの活性を計測するサンプルプログラムを、こちらの URL で公開しています。使用しているデータは、青木らによって2013年のモレキュラーセルで発表されたデータとなります。画像データから簡単な画像解析により、細胞の輪郭を抽出し、細胞が持つ CFP とフレットのシグナル強度を算出し、アークの活性を計測しています。こちらの Google コラボのボタンをクリックいただくと、プログラムが実行できるノートブックがブラウザ上で開けますので、順番にプログラムを実行してみてください。定量データの解析を可能とするために Python および C++ で BD5 を読み書きするサンプルコードも提供しています。こちらの URL では Python を基盤として各種オブジェクトを BD5 フォーマットで記述するためのサンプルコード。H5PI は PI や PyTables などのライブラリを利用した BD5 ファイルの入出力に対するサンプルコードを提供しています。また、こちらの URL では、XML と基盤とした BDML ファイルを BD5 ファイルに変換する C++ を基盤としたコードを提供しています。定量データの解析を行いたい方は、こちらを参考にしていただければと思います。定量データを解析したサンプルプログラムを公開しています。このプログラムでは、線虫肺発生における細胞核分裂の動態をトラッキングしたデータから、時間経過による細胞核の増殖の様子をグラフ化しています。最初に BD5 ファイルを読み込み、次にファイル内のデータにアクセスすることにより、検出したオブジェクトの数を時間変化をグラフ化しています。ファイルへの読み込みとデータのアクセス方法を理解することができると思います。以上が画像データ及び定量データの可視化と解析に対する紹介となります。では、本講義をまとめます。イメージングデータベースは研究力を決定づける最先端のイメージングデータを発見、到達、相互運用、再利用しやすい形で、つまりフェア原則に従って共有する仕組みであり、そのためには画像データのフォーマット、定量データフォーマットの統一、メタデータの適切な扱い、イメージデータ共有システムの構築と運用が必要であることを述べました。日本のイメージング共有データベースである、共有データシステムである SSBD データベースは、これらの特性に合致し、また、よりグローバルな連携のために機能の向上などを行ってまいります。特に欧州、BioImage Archive と SSBD レポジトリの連携、エンパイア、イメージデータリソース IDR との SSBD データベースの連携のほか、北米のビーナ、バイオイメージノースアメリカで計画されている同様のレポジトリアデッドバリューデータベースとの連携も計画しております。全世界でのエコシステムの実現に向けて、ぜひとも皆様のお力をいただければと思っています。今後の皆様の研究の発展のためにも、またデータの再利用のためにも SSBD レポジトリへのご登録、そしてデータのご活用をいただければと思います。まずは以下のメールアドレスにメールでお問い合わせいただければデータの登録方法についてご説明申し上げます。本日はご清聴ありがとうございました。